と5分、あと5分もありますから心配はご無用です。なんならちょっとくらい回転遅らせればいいのです。いくら兄様とはいえ、このような晴れの日に野暮なことは言うものではありませんよ。もう言うこと聞いて、とっとと終わらせた方がいいぞ。同感。ああなったしぐれは誰にも止められないし。はい、シャッター押した。押しましたよ。みんな前にあるカメラ見て。見るのですよ。はい、笑って。恋猫らしく甘々でとろけた笑顔で。そう、いいですわよ。みんないい感じですわよ。念のためもう 2,3 枚続けてきますからね。マジでご主人エロパティシエすぎじゃないかな。お兄ちゃんはかっこいいから仕方ないね。僕はみんな仲良しで嬉しいけど。おいブルメ、お得意の決め顔はどうしたよ。もしかして一丁前に照れてんのか。キキキ。うるさいわね。こうなっちゃった以上は仕方ないでしょ。惚れた事実を認めないのもカッコ悪いだけだしね。アツニャンだって同じ恋猫なんだから喧嘩しないの。みんな同じ人を好きになっちゃったんだから仕方ないね。兄様どうですか、このしぐれによる猫ハーレムの王となった感想は。頑張って務めを果たす。なんかこうそこそこいい感じに。お兄ちゃん、僕だってお兄ちゃんのこと大好きだからね。まあこういうのは惚れた方の負けってな。私もうまくやってくから、いろいろと頼むわ。私は箇所をベタ惚れさせるって決めたし。私はほどほどに可愛がってもらえれば。長年待ち焦がれた私の娘たちによる兄様のハーレム。まさかこんな待望が叶う日が本当に来るとは。人生本当に何があるか分かりませんね、兄様。これはもしかしたらまだ私にもワンチャンあるかもですよ。ワンチャン。